はですねダイソーのステージでお楽しみいただきます。ダイソーさん、それではこのコーナーのゲストにご登場いただきましょう、はい、大きな拍手でお迎えください。 TGC とダイソーのコラボアンバサダー池田美優さんです。池田美優だ、みーちょぱだ、またすてきなキラ、わーすてきな、はい、ちょっとキラキラしてきました。みーちょぱはいっぱいやってるよね、もう職業がアンバサダーだ今インフルエンサーとかモデル兼アンバサダーだけど、アンバサダーだ、いろんなアンバサダーやらせていただいてます。すごいね、今日2回目ですもんね、今ね。はい、そうです、もちろん。すごい、素晴らしいですよ、ありがとうございます。あの TGC では定番となりましたけれども、はい、ダイソーと TGC のコラボによる2024年秋冬シーズンの新商品が本日発売開始となりました。ダイソーとコラボしてるんだよ、すごいね。ではその、早速新ビジュアル見てみましょう、はい、こちらです。みよ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 、わー、かっこいいね、かっこいい、ギラギラでございます、かっこいいね。あ、この服だ、はい、同じ服で、あ、なるほどね、本当だ、あ、本当だ、本当だ。メイクももちろんこのダイソーの商品で、もちろんです、もう毎回もうね、ダイソーさんのこのと TGC のコラボのこのコスメはもうめちゃめちゃいろんな種類があるので、あ、なるほど、全部顔が完成するぐらい種類。え、今日のメイクも、はい、今日いろいろあのカメラ寄っていただければ分かるんですけど、この寄ってください、目元のこの上のこのラメとかも使ってるんです。今全部ダイソー、分かる、すごいね、めちゃくちゃキラキラです。まあ映ってこそないけど多分伝わってると思いますよ、うん、映ってないの映ってるじゃないですか配信の人は見てるから、多分映ってると思います。結構かっこいい感じのメイクなんですね。そうなんですよ、あのユアグラムが久しぶりにすごい、TGC とコラボということで、かっこよさげにしました。ダイソーってすごいんやね、ここまでこうキラキラにかっこよく、はい、そうなんです、ね、安いですよ、ダイソーですよ、本当だよね、100円とか200円、300円で買えます、クオリティ高いんだね。そうなんです、であのこのダイソーの大人気コスメブランドユーアグラムと TGC のコラボからこの新商品、あー、大丈夫大丈夫、絶対怒らんから絶対怒られへんから、そういうのもつきます。昔やったらやばかったかも、ハプニングもつきます。大丈夫大丈夫、何も焦らなくて大丈夫です。はいはい、そういうことがありますから、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、このユーアグラム、かわいいよりかっこいい、キュートよりクールをコンセプトに、私はこうなりたいという思いに応えるメイクアップブランドということで、はい、今シーズンのみちょぱさん、かっこいい雰囲気となっております。かっこいい、かっこよく決めちゃいました。これ全部ダイソーの、そうですよ、そうなんだ、すごいやん、いっぱい種類も豊富だ ね、 今回はそのね、やっぱキラキラ感、グリッターというかキラキラ感を結構主にやってるので、はい、その今ね使ってるのは実際にこれ、これが今みちょぱさんのメイクに使っているパレット、はい、これが今まぶたの目頭のところに足してるんですけど、はい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 、いや、めっちゃわかるよ、めっちゃキラキラが、キラキラってめっちゃキラキラしてる、このパレットのこれでできちゃうっていう、だいたい安いこういうパレットのやつって発色が悪かったりとか、わかります、そう、ラメが飛び散ったりするんですけど、はいはいはい、そんなこともなくまとまるちゃんと、はい、すごいね、マジで、これ1個持っとくと結構足すだけでもいいかなっていう、だってめちゃくちゃラメついてるのに、そうなんです、ほっぺたとかに落ちてないですもんね、そうなんです、すごい綺麗についてるんですよ、ね、今こちらの気になるアイカラーパレットなんですけれども、はい、ドットアイカラーパレットの05番を使用しています、はい、05番、そう、他の色もね、普通に定番で使えそうなブラウンだったりとか、こちらとかね、この秋にぴったりじゃないですか、そうなんですよ、ちょっとカーキっぽいくすんだ感じの色味だったりとか、定番カラーも入ってますし、はい、めちゃめちゃ使いやすいと思います、このパレットは、いい持っとくと、はい、あとマスカラもすごいんですよね、そうなんですよ、今回ですね、ダイソーでは取り扱いの少ないマスカラが誕生したということで、なるほど、この商品、綺麗な光沢と発色でツヤのある立体的なまつげに仕上げてくれるパール入りのマスカラなんです、あ、寄ってますね、寄ってる、誕生したんだ今回、そう、あんまりマスカラでパール入りって何って思ったんですけど、はい、ほう、そう、今、ね、実際に下まつげにちょっと塗ってるんですけど、あー、ほんとだほんとだ、ちょっとだけキラキラしてる、キラキラしてる、ちょっとキラキラしてて、ほんとだ、さらにラメ感を足せるという、はぁ、アイシャドウとかだけじゃなくてまつげまで、だから瞬きとかするたびに可愛いと思うね、キラ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 してます、目玉も綺麗やわ、めちゃくちゃね、すごいアップだったね、すごいすごいキラキラしてた、目玉綺麗やったよ、ありがとうございます、目玉綺麗で気持ち悪いですね気持ち悪いマスカラも結構発色がね、いいんですよね、そうなんですよ、高発色で、はい、いろんな種類があります、はい、そしてですね、他にもグリッター、はい、グリッタージェルやジュエリーリップスティックなどキラキラ系のアイテムが豊富ということで、もうダイソーで揃っちゃうじゃない、本当やね、もう全部です、ベースメイクとかも売ってるので、ね、全部揃えられちゃいます、それ若い子は嬉しいわな、今回 TGC の華やかさを表現した商品ラインナップとなっているんですが、はい、こちらですね、リップや目元メイク、肌メイクなどの豊富なラインナップのすべてが
税抜き100円から300円でご購入。素晴らしい。安すぎるって。安っ。安すぎるっ て, るって、はい、心配になるって本当ですよね。これみんなも大好き。そんな金額なかなか買えないですよね、普通は。そうですよ、それでこのクオリティですから。これは売れるよ、これみんなこれ買うよね。いつもね、結構大人気なので、早めに皆さんゲットしてください。いや、確かにね、売り切れちゃう可能性もあると。ただですね、会場の皆さん、なんと本日会場内のダイソーブースでもご購入いただけるということです。これはせっかくだから買ってきましょうよ。今のうちに空き時間にぜひ行ってみてください。はい。なお、みちょぱさんがビジュアルで使用したアイテムに加え、今回よりみちょぱさんのメイク方法も、はい、ダイソーの公式ホームページで公開しているということですので、ぜひそうなる、みちょぱさんと同じメイクにチャレンジしてみてください。見るわ、俺も見るわ。なりたいの、一応見るわ。なんでお前がみちょぱになる、はい、一応見よう、俺も。やめてよ。せっかくなのでみちょぱさん、今回何かのメイクのコツ教えていただけますか。そうですね、まあ、でも今日の今のメイクに関しては、まあ、ちょっとさっきも紹介したアイテムももちろんなんですけど、うん、このここのちょっともう一回ごめんなさいね、ここに並んでるグリッター、多分これ本当は目元とかに使うやつなんですけど、それを唇に重ねてみたりとか、そういうなんか普段は違うところに使うものだったりとかも、なんかそういったアレンジしていくとどんどん自分らしさみたいなのが出てくるので、これがミチョパのテクニックよ。なるほどね、はい、そういうのも真似してみてください。なるほどね。あとは練習です。もうメイクは練習のみ。確かに。なるほど。練習を重ねまくると絶対上手くなるので、うん、あ、そうなんですね、やっぱね。大変やな、やっぱ大変やな、普段は挑戦しづらいアイテムもこの価格ならなんか挑戦しやすかったりしますよね。なるほど、確かにね。そうなんです、うん、買いやすい値段になっておりますので、うん、はい、ぜひみちょぱさん の, そのメイク動画ではもっとより細かく紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。見てください。見よう、見よう。さらにですね、前回の TGC から発売を開始した TGC とダイソーのコラボ雑貨から今シーズンの新作が登場しました。かわいいね、みんなね。かわいい。そうなんです。小物系もね、うん、最近発売してまして、ね、ちなみに前回 TikTok に投稿した動画の再生回数、はい、なんと700万回以上と、大反響いただきました。すごいね。双眼鏡とかもあるし、あ、バッテリーもあるやん。モバイルバッテリーあるの。バッテリーも、はい、モバイルバッテリーかわいいじゃん、あれ。これ会場内でもすぐ使えます ね, ね、色味もすごいかわいい。かわいい。欲しい欲しい欲しい、モバイルバッテリー欲しい欲しい欲しい。買えよ。もらえないかな、もらえない、買ってくださいよ。思い切って言うけど、もらえない。いやいや、数百円のもの自分で買ってよ。買えよ、恥ずかしいと思ったよ。買う全部、じゃあ全部買い占めちゃおうかな。全部買っちゃおうかな、俺。極端やな。でですね、今回、雑貨だけにとどまらず、アパレル関連のアイテムも新たに加わったということなんです。はい、そうなんです、はい、バッグとかね。はい、いいヘッドホンも可愛いしな、ね、おしゃれですよね。可愛いね。ぜひ、うん、こちらのアイテムも会場内のダイソーブースでご購入いただけるというの。今買えるのありいいっすね。そうなんです、はい、気になる商品あったらお早めに買いに行ってください、うん、お早めにですよ。売り切れる前にぜひぜひぜひ。本当にすぐ売り切れてしまうほど大人気ですので、はい、ブースで今のうちにゲットしてください。お願いします。また配信をご覧の皆さんはですね、ダイソー公式ホームページや店頭で購入いただけますので、ぜひチェックしてください。ということで、ダイソーと TGC のコラボ商品ご紹介しました。はい、ありがとうございます。はい、それでは最後にみちょぱさんから会場の皆さんへ一言メッセージをお願いします。二言見事あってもいいし、はい、うん、いや、いつもいつもこのダイソーのコラボの商品は本当に人気で、私も最近ちょっとダイソーに足を運んだ時に、うん、みんなが棚を見てすごいあれだこれだって選んでくれてるのがすごく嬉しくて、うんうん、私はまあただのアンバサダーなんですけども、もう本当にいろんな人に使って、それでね、可愛く自分を可愛くして、もう自己満ですからね、あとは。でも確かに。なるほど。人がだけ可愛いブサイクとかじゃなくて、もう自分が可愛いと思ったらそれが一番いいので、うん、ダイソーのね、コラボの商品を使って可愛く仕上げてください。はい、はい、えー、こと言うわ。ありがとうございました。ありがとう、みちょぱ。ということで、このコーナーのゲストは TGC とダイソーのコラボアンバサダー池田美優さんでした。大きな拍手で。池田美優さん、ありがとうございました。アンバサダーの池田美優さんです。アンバサダー、またね。みちょぱ、ありがとう。